なぜそれを聞く？俺が知りたいからだよ。他に理由なんてない。俺はあんたを知るためにここまで来た。そしてあんたは俺の前に姿を見せた。それってあんたが俺に質問の答えを教えてくれるのと同じ意味なんじゃないのか？めちゃくちゃな理屈だな。姿を見せるのと質問の答えを教えるのとは別の話だろ。だったら最初から姿を見せなきゃいい。中途半端に情けをかけといてやっぱりやめますなんて偽善っぽいの好きじゃねえだろあんた。そういうのが何よりも相手を傷つけるってあんたはよくわかってる。そんなことするくらいなら最初から切り捨てるはずだ。ずいぶん言うようになったもんだな。あんたのおかげだよ。死の先に何があるか考えたことはあるか？死の先に？俺はその先には何もないと思っていた。死んだら魂は神に召され、肉体としての生は終わるのだと。ああ、タワーが崩壊した後、自分がまだ生きていると知った時、俺はその場で自害しようとした。神の身元へ行くために。だがやめた。自分が生きていることに何か意味があるんじゃないかと思ったからだ。その答えは未だに出ていないが、お前のスクラップは魂が囚われている概念を殺すことで解放し、その先の生へとつなげていく。その力は俺にとって脅威だった。死の先には何もないと思っていた俺に、予測不可能の道を突きつけてきたんだからな。だが人は生と同じく尊いものだ。全ての命に平等に訪れる死とは、魂が神の身元へ行くための近道である。それが俺たち一族の考え方だ。だから俺はお前の力を忌避しているわけではない。俺の力は使い方を間違えれば人の心を簡単に壊してしまう。それに
力を使えば使うほど、もっともっと壊したいって気持ちが湧いてくる。その衝動はどんどん大きく膨れ上がって、自分でも抑えきれないほどになる。実際それで危ない目に遭わせちまったやつもいる。この力が自分のものだってことは理解してるし、使い方によっては人を助けることができるのも分かってるけど、だからっていいものだとは言い切れない。力にいいも悪いもない。それはお前だけでなく、全ての力において言えることだ。力は使い方次第で善にも悪にもなる。ただ一つ言えることは、お前が俺の中の死を壊したから、俺は今ここにいるということだ。もう日が暮れる。帰るなら送っていくぞ。この辺りは知らなければすぐに迷う。それに交通の便も悪い。早くしないと帰れなくなる。どうした？もう一つ聞きたいんだけど。なんだ？今日俺が帰ったとして、またあんたに会えるよな？だったら帰らない。俺がどういうつもりで何のためにここまで来たのか全部分かってるんだろ。それなら俺の気持ちだって分かってるはずだ。次も会うって約束してくれなきゃ
帰らない。ガキじゃねえんだぞ。それに仮に約束したとして、そんなもんを信じるつもりか。信じるよ。あんたを信じたから俺はここまで来たんだ。もし次にまた会ってくれるって言うなら、今すぐ約束してくれ。付き合いきれねえな。ミク、勝手にしろ。痛いなら好きなだけいればいい。気が済んだら帰れ。大丈夫か？大丈夫。このくらい慣れてるから。相手はあのミンクなんだぜ。この程度でへこたれてたまるか。勝手にしろって言ったのは向こうだからな。そうさせてもらう。一年岩をも通すということわざがあったな。人が生み出したことわざなのだから、その通りなのだろう。うん。
俺、何やってるんだろう。青葉。よし。ミンク。青葉。
さすがにそのままじゃ風邪をひく。せめて上着を着ていけ。サンキュー。アオバ、大丈夫か？